お疲れ様です。ラットです。今回はですね、リガっぽい。ということで、まあ、こちらですね。はい、遅延リガっぽいなんですけど、こちら、まあ、普通にね、最近、情報修正されたムートに、まあ、バルキリーですね。すごい珍しいかもしんないんですけど、まあ、バルキリーが入ってます。まあ、普通だと、なんだろう、墓石か。基本的に墓石とか、アイコレが入ると思うんですけど、まあ、バルキリーで使ってみてもらって、まあ、使い心地が悪ければ、もう墓石とかにね、してくれた方がいいかもしんないんですけど、まあね、今回は、バルキリーで。まあ、バルキリー型をね、前にこのデッキを使ってたんですよね。僕が。で、鬼強かった記憶があるんで、今回はね、これを使っていきたいと思います。で、そのバルキリーが忘れられてるんですけど、今、一応バレル完封を、そのバレルが飛んできてから見て出しても、一応ね、バレルを完封できるっていうので、まあ意外と優れてますね。しかも陸がすごい硬いんで、なんで意外とまあバルキリーも使ってみると悪くはないんでね、最近使われてないだけで。はい、ということで、こちらディガポエデッキでですね、はい、やっていきますと、あとまあ一つそのお知らせってわけではないんだけど、新クランといいますか、僕が新しくねクランに所属することになりまして、まあ、トレジャーハンターさんに、はい、お世話になることになりました。はい、まあ、前まではいろいろいたんすけど、どこだろう、どこにいたかな、前どこだろう、前当分どこにも いないや当分なんかうろちょろしてたんすけど、まあ僕外出とかも多かったり、まあクラン体操もめんどくさくてあんましないんでなんすけど、まあちょいとね、はい、トレハンさんにお世話になることになりましたという報告です。はい、ということで、マルチかな、マルチ。やっていきますね。はい。で、ディガポイか。まあ、ディガポイ。ディガポイ僕そんな使うイメージないかもしんないですけど、意外と好きですね。やっぱ細かい系のことが好きなんで僕。こういうデッキも意外とよく使ってて、そのディガポイって、まあ、ディガポイっていう名前だけに、まあ、ディガープラスのポイズンで削るイメージがあると思うんですけど、それ以外で守ってね、意外とそれって、まあ、間違ってるというか、まあ、間違ってはないんですけど、それだけだと結構、まあ、勝ちきれない部分がすごいあってですね、ディガポイなんですけど、そのディガープラスポイズンだけじゃなく、そのあれですね、ユニットで攻めるんちょっと言葉が不自由なんで、そう、こんな感じでディガポイなんですけど、このユニットで攻めるっていうのもすごい大事です。ディガポイなんだけど、こうユニットで攻めることによって相手が苦しくなって、そこでまあディガーを飛ばすみたいな。で、今回はちょいとユニットがあんま残ってなかったんでディガー飛ばさないんですけど、まあ、今みたいな感じでね、意外とユニットの固め出しだけでそのダメージって結構削れるんでね、まあ、ディガポイなんですけど、ディガー以外の部分でもそのダメージを削るのを狙っていくっていうのはすごい大事なことだと僕は思ってますね。はい。なんで、まあディガーっぽいで削るんですけど、このユニットのバルキリームートとか、まあこのデッキだとすごいやりやすいんですけど、バルキリームートで形作って攻めるとかっていうのはすごい大事ですね。口を言って気持ちディガーで。なるほど。相手のテスラはちょっとよくわかんないですけど。まあ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 、これは美味しい。で、ここで、ムートで。まあ、この、ちょっとボーラーがいるから、このバルキリームートっていう形もあんまり良くないかもしれないですけど、まあまあまあ。まあ、こんな感じでね、まあ、ディガーで攻めたり、こうユニットで攻めたりみたいなことをしてると、相手からしたら結構きついですね。ぽい。OK。で、これはポイズンで守って、で、これもムートとメガゴで、カウンターですね。こういう感じで、このムートプラスのメガゴ2体みたいな。で、からのディガーですね。そうすると、このメガゴが相手は鬼苦しい。鬼苦しくて、みたいな感じで。結構、ディガーでもダメージ稼げますし、それ以外の部分でも攻めれるっていうのが、めちゃくちゃ大事だと思います、これ。結構ガチな。結構いいこと言ってますね、今、僕。結構いいこと言ってますんで、今、僕。で、ここは、あ、待って、ミスった。まあ、ちょいミスですね。あ、でもこれ、相手は焦りフリーズしてきたんで、ここはもう攻めポイしちゃいますね。相手、攻めフリーズできないんで、まあ、アイスフリーズとロリボーとかあれば、スケラー守れるんでね。
はい、なんでもうこんなこと繰り返していけばあとは勝てそうですね。ぽい。しかも相手フリーズだからポイズンで一掃されることもないんでユニット固めます。これ一応バルキリーでターゲット取って、これがちょい厄介っちゃ厄介ですね。なるほど、これポイズン打つか。いや、打ったらダメです。一応丁寧に防衛します。一応僕にしては珍しいぐらい丁寧に防衛してます。ぽいぽい。ベイビードラゴン上がったらいいですね。もうこんな感じですね。相手のこういう感じでユニットで攻められるとちょっと厄介ですね。こういう感じで相手はスケラデッキなんですけど、まあ、スケラ以外のこういう他の部分でユニットを固めてね、攻めフリーズとかをしてきてますね。まあ、こういった攻めがすごい大事になってきますね。ふーってことで今日めちゃくちゃ解説してるんですけど鬼解説してないですか。言うてかな、言うてか。じゃあこれはですね、あと一つ問題になるのが削りきれないのは嫌なんで僕は攻めます。僕引き分け嫌いなんで勝ちに行きますね。でここ攻めて OK。 フリーズ来たらリボーだけど来ない。でムートで攻める、鬼攻めますよ僕。今これディガーがターゲット取ってるからこの間にディガーで削ります。ケチなんすよね僕。さてはやばい、調子乗った。いや大丈夫大丈夫。あと549ですね。本当に大丈夫かこれ。さてはやばい。いや大丈夫ですね。まあポイズンあるし OK。 あー相手これガンイモの構え、ガンイモの構え、構え、ヒギガンイモですね。まあ、ディガーをこの辺に出してあげて、やば相手、これもう、事故。事故ですね。ちょっと泣いといてあげますか。これグッドゲームですね。ふーってことで、ちょいと時間かかっちゃったんですけど、まあまあまあ。あれですね、まあディガーで攻めるんですけど、まあディガー以外の部分で攻めて、からのディガーっていうのはすごい大事になってきますね。なんで意外と上手い人とかマジで高回転のナイトエレキのスケアイスピーインフェルノタワーディガポイとかあると思うんですけど、マジでゴレとか置いた瞬間にケツからナイトとかで守るんじゃなくて、端前逆サイナイトエレキスケルトンディガーみたいな、そのユニットで攻めるのみたいな、結構防衛ユニットで攻めてきたりはしますね。これちょっとやばいかな、痛い、ガインが痛いですね。で、この相手は、あれかな、ペッカ工場っぽいですね。これ別にペッカで防衛されても、相手あれなんですよね。あれが、そう、体育ガゴとか咲いてたから、このメガゴがペッカ処理してくれてましたし、こんな感じですね。これ、もうディガポイデッキなんですけど、ユニットで攻めて、この、ね、これで、だってこれ、やばくないですか？ディガーメガゴで削ったみたいな。まあこんな感じですね、マジで。本当に僕が言ってることはさっきから。で、ガゴのダメージとコジョババのダメージちょいと受けちゃったんですけど、まあ言うて、それほど苦しくもないですし、これバルキリー出さなくて大丈夫ですね。で、ここでバルキリー出してあげると、まあこのまま両サイね、守れるし、しかもカウンターにね、こう繋がっていきますね。で、ここのリガーは、一回我慢しようかな。まあ、どっち読みか。本当にどっち読み。やっぱバルキリーが思った以上に優秀なんですよね。で、ここをロリーババ、ディガーで。OK。そしたらついでにこのゴーストも守れますね。で、ペッカ後ろに下がると、あーゴースティング、ゴースティング、やめてくれるかな。いや、でも、メガゴ優秀オブ優秀だわ。来ましたね。で、これも勝ちですね。勝ち。もう見てわかるやつ、勝ち。OK。あ、待って。これは、でも、一応トルネがあるから、僕は。トルネで全て解決できるやつですね。OK。いやー、でも、これ、両方攻めるやつなんで、まあ、左はポイズンで落とせるんで、まあ、こんな感じで。いや、この2体目メガゴはちょっと、シャシャリすぎたっすけど。
まあ、言うてこのシャシャリが相手は苦しいみたいなのがあります。で最後も守って勝ちですね。まあ、守れるかすごい怖いですけど、まあ、これ左に工場行きます。あー陸多いですね。陸多いけどこのバルキリーの強さよ。ちょっと待ってちょっと待ってトルネードの強さよあれ落とされましたけど、まあさすがにこれはもうリガポイで終わりますね。てかまあムートでここでいやらしく終わりにしますか。 OK グッドゲーム。さあまあこんな感じですね。多分今回のこの試合結構いいプレイができてると思うんですけど、なんだろうな、ディガポイ相手にペッカ工場とかだとさすがにペッカを守ってディガー飛ばしてまたユーノとかゴーストと受けられてこう繰り返してると結構攻めきれないんでね、意外と。なんで、まあ、あんな感じでユニットをしっかり固めてユニットで攻めるとまあダメージが結構入るっていうのありますね。だから相手がここでディガー飛ばしてくるだろうっていうタイミングでディガーを飛ばさないユニットを固めていくっていういやらしいやつ大事ですね。これもあの初手言うのはちょっと許容して禁忌のにします。ほいということで、いやマジかよ、それは違うよ。だってツラムライダーというの一緒に入ってないもん。これ辛いですね、鬼辛い。でこれもこれはまあディガー飛ばすか吹き矢に延命されるかな。あーペッカが、ペッカですね。ペッカラムライ。ペッカラムライだ。いや、これロリボバイズゴット。はい。なんで、まあ、こうなったら、ペッカラムライか。ペッカラムライ。ペッカラムライ。これも IG で受けて、よいしょ。いやー、意外とダリー厄介ですね。ラムライダーは厄介。まあ、トルネー使って、ちゃんと守りたいですね、こっちは。はい、なんで、でも、意外とペッカとかだと、ここで固めすぎちゃうと、ペッカで一気に持ってかれるまである。ここでディガー相手外します。だよね。まあ、絶対そんな感じのことされちゃうんで、まあ、今みたいに相手外すことはすごい大事ですね。で、ここでロリババで美味しくいただきまーす。ごちそうさま。で、ワンチャンこれ、延命したかったけど、さすがに無理ですね。ちょっと。まあ、ちょいとダメージ的には追いつきましたね。はい。ってことで、ここはアイスウィズかバルキリー、まあ、どっちでもいいんですけど、はい。で、これ、相手がラバルとかだった時に、どうすんのってなるんですけど、まあ、それも結構一緒で、バルキリームートとか、まあ、ムートで攻めると相手は多分鬼苦しいと言いますか、まあ、ムートロリバブとかをうまく使って攻めると相手からしたら苦しいですね。まあ、こんな感じですね。もうこんな感じでユニットで思いっきり今攻めてますね。で、ムートが生きてるとすごい良かったんですけど、まあまあまあ、言うてここで活躍してくれるんで。で、これもトルネ使って守りますね。いやー一発押し込んでくる。てかラムライダー関数700ぐらい削るくらい鬼やばいんですよね。入れ一発。おい、まあ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 、ちょいと CB 一回リガーで軽めに攻める。まあそうなるよね。ここ鬼防衛頑張ります。鬼頑張ります。なるほど。まあ、それはそうしてきますよね、と。まあ、これはロリババで、あ、でもやっぱロリ、これも硬いんすよね。あれが。ムートが。ムートが鬼硬いから、強い。で、ここ突進、これ、来た。これこれ、ここで、一回リガーじゃなくてメガコとか挟んであげるやつ。まあ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 。いや、これ、ディガー飛ばしてよかったな。なんで俺飛ばさないんだよ。なんで俺飛ばさないんだよ。おいおい、なんで俺飛ばさないんだよ。っていうことしてる、今。マジでアホみたいなことしてた。待って、今、普通に俺がアホだった。アホすぎた。やめてくれ！耐えた。さすがにアホだった。今のは圧倒的にディガー飛ばしてよかったですね。マジでアホだった。申し訳ない。
通に申し訳ない、下手くそだった、下手くそかました。オッケーオッケー、まあまあまあ言うて、ここはバルキリーちゃんが強い。オッケー、三発。いや待ってくれ、俺ここで勝つ、ここで勝ちたいですね。痛い、やばい、このロリババいらない。さあいい感じの試合が続いてますね。ちょいと苦しいけど、まあ言うてこれトルネ使って、オッケーオッケー、いいよいいよ、これギャング、これギャング、いやペッカのコストが内読みのギャング読み、うう、待ってくれよ、ペッカのコスト7ってちょっと安くない安くない、言い方が安くない。まあ、でも相手も甘えてポイズン削るも結構怖いと思うんで、オッケー、いやその吹きは美味しくね、あーそれはうまい、いやまあまあだな、オッケー、これトルネで守れるか、いやいらねえ、一回我慢する、一回我慢、この我慢で、ここはもう削るのが大事だから攻める、いやてか奥に行って、お、来た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 、ムートのフチリ、いやーゴッド、ムートイズゴッド、フチリナイス、内林さんナイス、よしいやーし完璧ですね、完璧なのかどうかわかんないけど、もうはいということでね、まあこんな感じですね、まあ見てもらった方が本当に早いですね、2試合目とか特に。まあディガポイデッキなんですけど、まあやっぱバルキリームートメガゴとか、まあムートとかでね結構攻めて、ディガ以外の部分で結構攻めてあげると、相手はやっぱそこに防衛ユニット割くんでね、この意外とムートメガゴとかバルキリームートって鬼止めづらいんで、まあ、このユニットでここでしっかり形を作ってあげると、相手はここで一生懸命になって、そこでディガー飛ばすと、まあ生き残ったメガゴがめちゃくちゃ刺さったりとか、ムートが刺さったりとか、まあ刺さんなくてもディガーがね結構殴ったりしてくれるんで、なんでぜひね、まあ、ディガっぽいデッキなんですけど、やっぱこの辺の形を作ることを少し意識してもらえればすごい勝率がね上がるんじゃないかなと思います。でもただし、まあ固めてねファイボでドンとかは、それはもう気をつけてくださいはい、ということでね、今回ディガっぽい動画となりましたと、はい、ということで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。